皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回もおしゃべりコーペンちゃんと一緒にルルテアさんのツイート紹介をしていきたいと思います。今回の期間は2022年の7月の7日から13日まで、こちらの期間を見ていきたいと思います。今回ね、7月7日からということで七夕ですね。きっと七夕のイラストが見れるんじゃないでしょうか。どんなイラストが見れるのか、今回の期間もすごく楽しみです。じゃあやっていこう。これでどうかな。はい、音量もバッチリですね。じゃあコーペンちゃん画像を表示して、じゃあ今日もよろしくね、コーペンちゃん。そうなんだ。はい、2022年7月7日のツイート。あ、そう、もう一回言おうか。もう一回言って、はい、2022年7月7日のツイート。おはよう、支度できて偉い、ハンカチいる。七夕のイラストじゃなかった。でもハンカチいる。この水色コーペンちゃんのハンカチ可愛いですね。どこにお出かけするんでしょうか。この遠足バッグをね、肩から背負ってるコーペンちゃん、すっごく可愛い。ないよ。もしかすると天の川を見に行く前なんじゃないかな、これね。七夕だし可愛いですね。水色ちゃんのハンカチを用意してくれてます。いや可愛いですね、コーペンちゃん。今年の七夕って確かね、すごく晴れてましたよね。星が綺麗に見えたような印象です。確か七夕の日が晴れっていうのは確か十何年ぶりみたいな感じでね、言ってたみたいですよね。今年というか最近っていつも七夕の日は曇りとか雨とかそんな日ばっかりだったみたいなんで、星が綺麗に見えるっていうのは本当に十何年ぶりとかだったみたいだから、一応今年はね、星を見るというか空を見上げてみたんですけど、天の川はね、さすがに天の川は見ることできなかったな。いつかね、天の川をこう見てみたいなって思ってるんですけど、あれってね、肉眼で見えるものなんでしょうか、よくわかんないけど、今年はとにかくね、見ることはできなかった。来年はちょっと見たいね、天の川。コーペンちゃんと一緒に行きたいものだな。じゃあ次行きましょう。2022年7月8日のツイート。涼しいをどうぞ。涼しいをどうぞ。ラムネラムネ持ってますね。かわいいね。ビー玉おっきいな。かわいいな。今年ラムネ飲みましたよ。しっかりとね、夏を満喫してきました。もうね、今は涼しいはいらないぐらいに寒くなっちゃいましたけどね。ちょっと撮ってる時期がね、だいぶずれてるから。いや、夏はラムネ飲みましたね。やっぱりビー玉カラカラ入ってるラムネはね、夏を感じれますよね。コーペンちゃんと一緒にね、夏のお祭りとか花火とかね、ラムネとかいろいろ満喫してきました。ラムネ美味しいよね。ね、僕の一口あげる。ありがとう。花丸のも一口食べてもいい。どうぞどうぞ。いくらでもあげるよ。ねえ、お祭りといえば。どうぞ、いくらでもあげるの。先週あたりにもね、なんかお祭りがあって、すごいちっちゃなね、地元のお祭りなんだけど、そこでジャガバター食べたな。コーペンちゃんにね、一口あげましたよ、ジャガバター。僕はジャガバター大好きだからね、お祭り行ったら必ず食べたいね、ジャガバター。美味しかったね、コーペンちゃん。2022年7月9日のツイート。ああ、目玉焼きって、目玉焼き。いいね。いや、これはお祭りの出店だね。お祭り。ありがとう。ねえ、お祭りの出店出してるんだね、コーペンちゃんが。目玉焼きなんだ、しかも。可愛かったな。ちょっともう一回見ようかな。
2022年7月9日のツイート。とりゃかわいいね、このさばき方。これちょうどこれ 裏返してるというかね、玉目玉焼きが宙に浮いてるのが見えますけど、どんな状況なんだろう。目玉焼きってそんなお好み焼きみたいに裏返す必要ないと思うんだけど、どんな状況なのこれかわいいね、トリャーってね。やっぱりコーペンちゃんといえばトリャーだからいいね、目玉焼きって斬新だな。ねえ、目玉焼き使うものなんてあれだよね、広島風お好み焼きとかはね、目玉焼き使いますよね。広島風お好み焼き僕大好きだから、よくねお好み焼き屋さんとか行くとね必ず注文するんだけどね、ちょっとパリパリとした焼きそばと、あと、ちょっとパリパリとした焼きそば目玉焼きがなんか乗ってるようなね、広島風お好み焼きがね大好きだな。昔一度だけ広島の方に遊びに行ったことがあって、その時に本場のその広島のお好み焼き食べたんだけど、それがねすっごく美味しかったんだよね。すっごい美味しかった。焼きそばがいい感じでパリパリしてて食感も美味しかったし、焼きそばプラスお好み焼きのあの美味しさが忘れられなくて、それ以降というものはね広島風のお好み焼きがね、こっちでもね関東の方でも食べれるので、それにハマっちゃったって感じかな。最近だとねお祭りでも広島風お好み焼きって出てますもんね。流行ってきてるのかな。あー、そんな話をしてると食べたくなってきちゃうね。じゃあ中と2022年7月10日のツイート。チョコなのになってしまったものだなこのジュルリっていうのはえなかちゃんが言ってるのかな。このジュルリっていうのはえなかちゃんがなんだ、びっくりだよ。チョコナナナもねやっぱりお祭りにはね欠かせないものですよね。そっか、ここら辺のイラストはお祭りシリーズだね、きっと。お祭りでのコーペンちゃんの、物語が描かれているんでしょうね。このチョコナナに、チョコナナナになっちゃったコーペンちゃんのマスコットとかもねとっても可愛いよね。僕も持ってるんだけど、黒いチョコナナナと、あとピンクいちご味のチョコナナナのやつかな、両方持ってるんだけど、すごい可愛いよね。いやでも今年はチョコナナナは食べてないな。お祭り行ったけどチョコナナナ食べればよかったな、残念。チョコナナナ食べたい美味しいよね。じゃあ2022年7月11日のツイート。あれ、ダメだった。日付が分からなかったの。はい、2022年7月11日のツイート。君がいい夢見られますように。いやー、かわいいですね。三日月の上に乗っているコーペンちゃん、最高ですよね。これは満天星点をね思い出しますよね。これ見ると確か2回目の池袋の時にね、一緒にこのグッズも登場しましたよね。三日月のコーペンちゃん、ちょっと大きめのやつ、これも買ってね枕元に置いてあるんだよね。かわいいよね。これいい夢が見れていますよ、おかげで。三日月に乗ってるコーペンちゃんかわいいな。長い話はわからないよ。じゃあ2022年7月12日のツイート。多分これダメだね。ごめんね、だよねじゃあとかを先につけちゃうとダメなんだよね。2022年7月12日のツイート。その日のツイートはないよ。2022年7月13日のツイート。夕ご飯食べて偉い、一緒に食べよう。あ、夕ご飯作ってくれて嬉しいけど、すごいねこれ、なんか食堂のおばちゃんみたいだねこれやたらとねご飯大盛りよそってきそうだよねなんか寮とかのねおばちゃんって、そうだ
通盛りでご飯頼んでも大盛りで入れてくるような印象があるんだけど、ねえ、そんな感じがするな。ご飯コーペンちゃんと食べたいねえ。お茶碗もコーペンちゃんだったしね。いや、ありがとう、夕ご飯作ってくれてありがとう。じゃあこんな感じかな。13日まで言いましたよね。いや、あっという間だったな。今回はなんかほとんどの日でね、イラストを見ることができた気がする。いっぱい見れた気がします。いや、楽しかったな。ね、じゃあ今日もありがとうコーペンちゃん。じゃあスピーカー音量切っちゃい。ありがとう、ここなんだ、びっくりだよ。びっくりしないで、ありがとう。ということでね、今回たくさんのイラストを見ることができましたね。大満足な期間になりました。いやー、面白かった。お祭りシリーズがね、たくさん見れたということで、ちょっと最近は寒いから季節感がね、ちょっとなかったけども、でもね、秋祭りみたいなのも開催してるところもね、たくさんあると思うから、そんな時期外れってわけでもないのかなね。また秋祭りとか行ったら出店でね、こういう食べ物、チョコナナナとかね、食べる機会、お好み焼きとか食べる機会あるだろうから、行ってみたいなと思います。じゃあ今回本当に夏祭り期間楽しませていただきました、本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあまたね、他の動画でお会いしましょう。